You're listening to Shibuya Cross FM. さあ始まりました。メイドイン渋谷ーパーソナリティを務めさせていただくのは僕たちラックユーボイズ編集部メイドです。よろしくお願いします。お願いします。はい、僕たちのことをまだまだ知らない方もいると思うのでユニット紹介をかけるんお願いします。はい、僕たちラックユーボイズ編集部メイドはボーイズパスという全国雑誌を作りながら自らもアイドル活動を行いボーイズユニット業界を盛り上げるサラリーマンアイドルです。はい、ありがとうございます。そしてこの番組の紹介、しゅんさんお願いします。はい、この番組は流行の最先端である渋谷から僕たちメイドの情報を発信していき、僕たちメイドも流行の最先端になれるようにたくさんのチャレンジを行い全国の皆さんに知ってもらおうという番組です。はい、ありがとうございます。ではそんなメイドのメンバーの自己紹介後期からお願いします。はい、ほがらか爽やか甘口らしい君のハートに虹をかけてもいいですか、企業案件でキャラメル担当やってます吉海後期です。後期って呼んでください。せーの、後期。はい、あ、ハロー、あなただけに忠誠を誓います。ハロウィン生まれの生ハゲインテリ男子、企業案件につき梅ピンク担当やってますポンちゃんこと本田優です。ポンちゃんって呼んでください。せーの、ポンちゃん。ありがとうございます。はい、シャイのハートに燃える魂、君の前では強くなれます。企業案件につきソルト担当しております、ソルトブルー大地ハルトです。ハルトって呼んでください。せーの、ハルト。はい、よろしくお願いします。ポンちゃんマイクとの距離ね。負けて生まれて雑草魂、情熱だけは負けません。企業案件によりカレー担当しております、天狗寺かけるです。かけるんって呼んでください。せーの、かけるー。はい、やる気ない本気ないみんなの末っ子ないハッピースマイルをお届けします。企業案件でマッチョ担当してます水田俊大です。俊ちゃんって呼んでください。せーの、俊ちゃん。ありがとうございます。はい、以上5名でメイドです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この後のコーナーで皆様からのお便りも読ませていただきます。はい、今回のテーマ、天狗寺×生誕祭を振り返ろうということで募集しておりますので、メッセージを公式 X のリプライもしくは DM の方にお送りください。お待ちしております。お願いします。あの、すごい個人的なあれなんですけど、うんうんうん、はい、ただいま。何が？あ、そっか、先月いなかったのか。そう、先月僕お休みだったんですよ。先月そうか、平和だった。平和だった。あ、なんて、やりやすかった。寂しかった。平和だった。平和だった。え、読んで見たんだよね。あ、見た。あ、だって見ますって書いてあった。出た出た出た。あの、アーカイブね。出た。あの、オープニングは見た。え、全部オープニングは見た。ひどい。全部見ないよ。全部オープニング公共の電波で謝る。見ますって書いて見ますって書いて謝る。公共の電波で見たんだって表現じゃない。オープニングは見たの。あれはさ、ちゃんと全部見るよっていう感じだったよ。そうだね。だってメッセージ送ってきたじゃん。行き違い、行き違い。そう、だから自分がメッセージ送った部分は見た？読んでくれたかな。うわ、そういうとこだけね。読んだかもわかんないね。でもそれ読んでた、読んでた。オープニングだったからそこだけ見たの。なるほどね。やってんな。で、満足と思ってね。やばいよ。いいでしょ。やってるわ。ということでね、今回はね、ちゃんとメンバー全員揃って5人で賑やかにお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは早速最初のコーナーに参りたいと思います。はい、天狗寺×生誕祭を振り返ろう。イエーイ。はい、いつだっけ。7月の6日ですね。6日か、もう2週間ぐらい前。うん、2週間ぐらいですね。はい、前に行われました天狗寺×生誕祭、うん、はい、紅白に分かれてのパフォーマンスやカバー曲など見せ場が盛りだくさんでございましたよということで、もう2週間前、2週間前ですね。2週間前だね。そんな経ったんだ。そうなんですね。でもなんか近いようでもないという感覚的には。うんうんうん、そうだね。だって次の日撮影会とかやってたからね。確かに確かに。終わって意外とこうゆっくりしてたっていうよりも割とパッパッパッとこう次のことをやってるみたいな。そうだね。だってその日のうちにもう夜でさ、ジェップベースってね、そう、打ち上げがあったりもしたから。確かに確かに。なんかすごい慌ただしかったね。慌ただしかったね。そうそうそう。なのでまあね、お便りもたくさん届いてるんですけれども、はい、ちょっとメンバー同士でね、特に思い出に残ってるシーンなんか、なんか簡単に振り返っていけたらなというところなんですけれども、はい、まずやっぱりご本人様。あ、お、聞きたい。いかがです？
どうだろうな、なんかそれこそ当日打ち上げとかもやってるし、うん、なんかこう結構自分の配信のところでいろんなお話をしてるので、なんだろう、まあでも当日も言ったけど自分がやりたいようなことをやったみたいな、あの今年に入って2月ぐらいから、うん、まあ、なんかお芝居風なのをやるのか、うん、紅白をやるのかっていうのは決めてたんですよ。どういうセトリにするとか、どういう分け方をするかは決めてなかったけど、もうとりあえずやりたいっていうのがあったから、うん、その紅白でやったっていうのがでかかったですね。あ、なるほどね。お芝居だったらどんななってたんだろうね。ちょっと気になるね。脚本とか書いてたかもしれません。それはそれで見たかった、ね、楽しみにね。ね、他のメンバー的にはどうですか、このそれぞれまたねカバー曲とか、うんうん、普段と違うフォーメーションでさ、うんうん、オリジナル曲やったりもしましたけど、そう、なんかそれで言うとさ、うん、赤と白に分かれてさ3-3でやったじゃん、うんうんうん、はい、でいつもと違う歌割りが結構多かったなって。確かにね、まだ歌ったことがなかったとかライブで歌ったことないよってところを結構任せてもらえたから、なんかすごい新鮮な気持ちで挑んだオリ曲でしたね。確かにね、だって歌割りとかも全部 ね、うん、ね、主役が決めましたもんね、基本的には。なんだっけ、この人のこういうパートが見たいとか、うんうんうん、こういう歌ってるとこが見たいみたいな感じで決めてたんだっけ。そうですね、ブログには一応書いたんですけど、うんうんうん、例えばじゃあしゅんちゃんならイキムズの落ちサビ、うんうん、多分やったことないだろうなみたいな、見たかったし、どう出すんだろうっていうのもそうだし、だからはるちゃんで言ったら、うん、ウォールか、うんうん、の落ちサビのところとかは絶対声しちゃうんだろうなとは思ってはいたんですよ。でもなんかこう披露する機会って多分ないな、そうだね、なかったね、とか、うんうん、シンデレラ、うん、スパラブーとか、うんうんうん、それぞれにこう当てて一応やってって感じです、うん、おお、なるほどね。で自分の中でもジェットブラックとイカリエは結構チャレンジをしました。ジェットブラック大変でしたよ。だったね、ジェットブラックってメイドの、ね、曲の中で特にやっぱり歌とか踊りが激しいんですけど、なんかね白組で僕とかけさんとこうきの3人でやったんですけど、なんか歌わり見たらね、2番やたら歌ってたの、ね、ずっと連続でソロ来てて、ね、死ぬよと思ってなんとか行きましたけど、体力ついたでしょ、生誕祭で、ね、すごい楽しかった、うん、よかったよかった。あとカバー曲なんかも ね、あるんだけど、やったね、あのフルーツジッパーさん、かわいいとかさ、コウキが結構なんか割ともともとフルーツジッパーさん好きなイメージだったけど、うんうんね、どうでした。いや、やっぱ楽しかったよね、うん、フルーツジッパーさんの曲いつかやりたいなって思ってたから、うんうん、そう、なんかこのタイミングでできたのもすごい嬉しかったし、うんうん、ね、あとはなんかそれぞれのメンバーの見せ場もちゃんとあって、なんか確かにね、そう、あ、みんな可愛いって思いながらね、ニュー可愛かったですね、みんなマジニュー可愛かったですね。はい、ということでそんな感じでね、いろんなことが盛りだくさんだった、うん、天狗寺かける生誕祭なんですけれども、はい、皆様からも熱烈なメッセージたくさん届いておりますので、ありがとう、読んでいきたいと思います。はい、じゃあ見る前に言っとく、何一番可愛いさ急にせっかくだしね、確かに、ね、聞いて聞きたい、まあなんか、ね、その、あのね、あの、うん、一番のサビの前のセリフのところをね、うん、ありがたいことに私やらせてもらってましたんで、はい、届けたいなと思って全国に、本田さんの、うん、すごいね、なんか好評だったから、うん、はい、じゃやらせてもらっていいですか。はい、はい、いきます、はい、さあ、アップデートしよう。それではお便り参ります。はい、お願いします。ラジオネーム室温35度さん、メイドの皆さんこんにちはこんにちは。連日暑い中本当にお疲れ様です。はい、しっかり熱中症対策をして倒れないようにお付けを作ってた。メイドのは天狗寺かける生誕祭を振り返ろうですが、はい、まずはかけるんこと天狗寺かけるさんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。いよいよ年齢非公開になられたということなんですが、何歳になられたんですか。何歳でしょう。何歳でしょう。まあ困らせるのはここまでにしまして、うん、生誕祭についてです。はい、全体としてかけるんがずっと歌って、はい、踊り続けていたのが、うん、率直にすごいなと感じました。うん、最後の方はさすがに椅子に座りながら見守りタイムもありましたがそれでもあの全力パフォーマンスを届けられるのはさすが天才アドルでした。うん、かけるんの生誕祭でしたが、メンバー一人一人への愛や思いも感じられる選曲や歌割りで、かけるんはやっぱりメイドのメンバー兼ファンであるメイコなんだなと改めて思いました。また紅白歌合戦という今までにないような形の生誕祭で、かけるらしいエンターテインメント性に溢れていたなと思いました。その分赤組も白組も練習がすごく大変だったと思います。お疲れ様でした。うん、見ていた側としては大満足な生誕祭でした。素敵な時間をありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉
しいです。熱烈ですね。ありがとうございます。なんか質問というか来てましたけど、何歳になられる？非公開です。非公開。今年から非公開です。なるほど。メイドのメンバーでありメイコなんですか？うん、メンバーでありメイコ側。だから両方の気持ちをわからないとなって。ああ、大事だね。本当でもすごいと思う。だって紅白でそれぞれ、あの、僕と浩輝が白組の、春春が赤組のでやってて、でも。あなたどっちにもいるからさ。そうだね。やってたでしょ。ずーっとやってたもんね。そう、最初6曲連続とかだったんだよね。絶対チンジャーそんなの。そう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 。ほんとさ、30歳なのによく頑張ってるなと思いながら。非公開だから。非公開だね。非公開。やめない、それ。後でね、自分に回ってくるからね。あ、俺も認めてるもん。じゃあ年齢だけじゃないんだよ。今年で31歳になります。よろしくお願いします。年齢だけ良いよね。全然良いよね。それで覚えてもらって次のお便り行きます。はい、行きたいと思います。急に仕切り始めました。大事大事。はい、じゃあはるちゃんこれ読んで。読んで読んで。ペンネームアホクサイホクサイさん。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。メイドの皆さん、こんにちは。こんにちは。たけさん、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。新しいコンマゼロ歳は始まっていますか？コンマじゃない、これ何？アスタリスクゼロ歳でした。ちょっと伏せてくれてますね。ありがとうございます。先日の生誕祭の感想としては、目が足りないのでもう一回見たいです。お誕生日で主役のかけさんが歌っている姿も、推しが歌っている姿も、いつもと違う歌割りも、メンバーが座ってそれを聴いている姿も、全部が見どころだらけでした。かけさんならではの見せたいものが詰まった生誕祭だったと思います。高野祭も楽しみにしています。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。高野祭もしっかり楽しめると思ってます。いや、もう本当にね、あれ、高野祭メンバー発表されてます。あのね、すごいよね。すごいよね。すごいよね。じゃあちょっと告知をね、挟まれていただくと、次の週末といいますか、7月の27日に、はい、ライブバージップベース駒込という場所でですね、はい、天狗寺かける生誕祭の高野祭、高野祭やらせていただきます。やります。ライブの方に出させていただくのが天狗寺よしみ、そして私ホンダの3人となっております。はい、また打ち上げのね、バータイムの方が、あの、僕とかけさんの2人でやらせてもらうんですけれども。あ、2人なんだ。そうなの。ね、ホーキーもちょっと別のお仕事あったりね。そうかそうかね。あれなんですけど、あれどうなってんの？だから、はい、生誕祭本編が、生誕祭があったでしょ。高野祭はさ、もう生誕祭の後のまあ祭りじゃん。そうだね、そうだね。で、僕はやっぱ生誕祭もだし、高野祭までも生誕祭の一部だと考えているので、はい、なるほど。まあ普通じゃないよね。なるほどね。っていうところだけお伝えしておきます。確かに、なんかあれだもんね、白組だった3人だよね。そうですね、一応言うたら。どんな曲をやるのか、また見れるのか、どうなのかっていうね。まああんま言わないけど、なんでまた新しく覚えなきゃいけない？だって高野祭だもん。楽しませるのが私ですから。ちょっともう脳のキャパがちょっとね、本当にね。頑張れ、頑張ろうね。今度レッスンもあるからね。頑張ろうね。はい、そんな感じで高野祭も、あの、予約始まってますんで、はい、皆さんもお待ちしております。絶対楽しいので来てください。はい、じゃあ次のお便りを、じゃあコウキくん読んでください。はい、回すんだね。回すスタイルでいこう。ラジオネーム N かりんさん、お便りありがとうございます。ありがとうございます。メイドの皆さん、こんにちは。こんにちは。すでに誕生日当日に X、旧 Twitter でもお祝いしましたが、かけるんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。3月の番組中に自分もお祝いさせていただけたので、返さなければとお祝いさせていただきました。より素敵な一年になりますようにということで、はい、お便りありがとうございます。はい、ありがとうございます。嬉しいですね。ね、お誕生日おめでとうが返ってきました。ね、嬉しいね。ありがとうございます。はい、じゃあ続きましてのお便りを、じゃあ今度しゅんさんに読んでいただこうかな。任されよう。しゅんちゃん、しゅんちゃん、いい声でお願いします。はい、いきますね。はい、メイドの皆さん、こんにちは。こんにちは。今日のテーマは天狗寺×生誕祭を振り返ろうですね。はい、生誕祭、赤白に分かれて天狗寺さんはどうするのかなと思ってたら、ほぼほぼ出ずっぱりで出ずっぱりで歌って踊って笑いました。さすがです。さすがです。まだまだ体力が落ちることはなさそうですね。また天狗寺さんのこだわりで、普段のイメージとは違った組み合わせで楽曲が聴けたのも新鮮で楽しかったです。出番じゃない時も後ろで湧いているメンバーの姿も可愛かったです。そしてやっぱりメイドの曲好きだなって同時に思いました。最終的にお客さんに投票させる形式も珍しくて、初めてのことで楽しかったです。アンコール待ちきれなくてごめんなさい。
本当に楽しかった、ありがとうございました。眠み沢深見さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。もう楽しいって言ってもらえたのが一番嬉しいですね。そうだね。ただただ楽しんでもらうっていうのをずっと言ってたんで、それがこう楽しい楽しいって言ってもらえたのがすごく嬉しかったです。ありがとうございます。でも後ろの方で湧いてたメンバーがとか書いてあったけど、確かにうちらもマジであの画角でライブ見るのすごい新鮮だったよね。そう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 、面白かったよね。メンバーのねパフォーマンスをまた正面というか違う横から見るのってなかなかないから、それもある意味生誕祭というか天宮寺かけるプロデュースならではではないかなと思います。だけどさ、楽しかったんだけどさ、あの写真見るとさ、すごい可愛かったところね。そう、なんかすごい、なんかなんかあれには深い理由があって、あの次自分の番だ、やばい歌割りいつもと違う、どうしようみたいなのがと思う時があった。その顔を抜かれてちょうど撮られててさ、もう面白かった。それもまた面白かった。いつか公開しまーす。ライブ中になんかちょっと顔みたいな。そうそうそう、リアルにピーにやばいよ顔って言われた。笑ってって言われた。いやでも気持ちわかる。すごいだからいつもと違うことをするから、次の曲これで自分ならどこに行ってみたいな。そうだね。そうそう、なかなかね練習の時間もあまり取れてなかったから、そういう緊張感もありました。そうね。はい、じゃ最後のお便り私が読ませていただきます。ペンネーム日焼けしたくないさんです。わかるわかるわかる。みんなあ、でも今日陰だね、大丈夫だね。ありがとうございます。はい、メイドの皆さん、やほ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 、夏バテしてない？大丈夫？大丈夫、大丈夫。あ、そう、ハテナついてた。はい、天狗寺さん、生誕お疲れ様でした。ありがとうございます。いや、ありえんほど楽しかったですね。嬉しい。前回はカラチェンがあったりしたけど、今回はまさかの紅白歌合戦、想像もできませんでしたね。はい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 、書いてあるの、書いて書いてあるの。俺のはいじゃないから、ちゃんと読んでますよ。はい、普段見れない3人での歌割りは新鮮だったし、アンコールまでの間での投票、いい意味で生誕祭らしくなくて楽しかった。だからこそあっという間で物足りなかったです。個人的には赤組の生きむず、赤組の生きむず、白組のジェブラをもう一度見たいですね。でも生誕ならではのカバー曲は天狗寺さんらしくて可愛かったぞ。それと一番最後の1ページでのさーが聞けて大満足でした。回収しました。はい、改めてお誕生日おめでとうございました。話は変わり、前回のラジオのメッセージでアーカイブしっかりチェックするからねと送っていた本田さん、アーカイブ見ましたかってことで、前回の感想をどうぞ。ではでは、前回の感想をどうぞ。面白かったぞ。やばいよ、やばいよ。何この後で見せようね。ね、後でちゃんと見て。見たんだって。だからじゃあ罰ゲームとして毎日先週のアーカイブを見る。毎日アーカイブを見て感想を上げる。今日は何月何日のアーカイブ見ました。毎日ポスト。ちょっといいかも。じゃあもうちょっと話変わっちゃうけど、みんなさ、ラジオのアーカイブとか見る？見るよ。見るよ。ちょっとした時に見るんだ。Hello, we are Maido. Nice to meet you. アーカイブはね、よく見るよ。見るんだ。なんか面白かったよって言ってもらってるファン、あの言ってもらったやつとか、前回のなんかそれこそ先輩たちだけの時とか、自分たち加入する前の時とか、どんなの話してるのかなとか。見るんだ。そうとかだったら、ちょっとたまに見て、ああなるほどねとかっていうのはするかも。見るんだ。の全く見ない。基本見ないね。あら、そうなんだ。なんかやっぱね、自分が喋ってる姿があんま好きくないの。だからそれこそ舞台、何で、すごい。なんか前回いなかったでしょ。そう、いなかったんだけど、なんていうか、そのね、あの舞台とかでも自分が出てる舞台の映像とかあんま見たくないの。見なきゃダメなのよ、もちろん。それでなんか勉強というか、自分ここダメだなとかのために見るんだけど、すっごいなんかね、ゾワゾワってしちゃうの。だからあの自分大好きだったらさ、あ今日もここかっこいいなとか思って見れるんだけど、ちょっとなんかそういうところがありますねっていうお話でした。ラストキャラじゃなかったの、ね、あのそれはね表向き。いやめなさいよ。これ放送されちゃうからね。公共の電波、公共の電波。カットとかないからアーカイブはカットしてくれるかもしれない。はい、ということで皆様からたくさんお便りいただいておりました。ありがとうございました。
はい、ということで、お便り紹介のコーナーでございました。うん、それではここで1曲お聴きいただきましょう。投票で一番多かった曲です。シンデレラ。ということでお聞きいただきましたのはシンデレラでした。続いてのコーナーはこちら、漢字ヒントで助けよう。なにそれなにそれなあ、それなんでしょうね。ルール説明後期よろしく。はい、今から一人ずつ順番に、うん、はい、携帯のスマホのサイトがあるんですけど、はい、ランダムカタカナ語ゲームっていうサイトがあります。これなんかボタンポチって押すとカタカナ語を1個ね、指定して出してくれるんですよ。うん、はい、でそれを自分には見えないようにしつつ、見えないようにしつつ他のメンバーに見えるようにしてください。はい、で見たメンバーはそのカタカナ語を当ててもらうためにヒントになる漢字1文字を頑張って探して書いてください。ほう、でそのヒントを踏まえて無事にカタカナ語を当てることができたら成功です。はい、はい、っていう感じでまあやっていくんですけど、まあ、何回かやってみて、はい、いやちょっとこの人先般だったんじゃないっていう人を1人ね投票で選んでいただいて、はい、票が多かった方は次回メイドイン渋谷中語尾あるよの系でーす。イエーイ、絶対やあるよ、うん、なんとかあるよ。なんでやっぱ、ね、じゃあチャイナ服着てこなきゃいけないってこと。そこまで本格的にやる。あ、じゃあハルト君がそうなったらチャイナ服着てきてくれるってことだよね。はい、コウ君が負けたらやっぱダブル罰ゲームですよ。なんでダブル罰ゲーム。やばい、一人だけ、一人だけだよ。まあ、そんな感じでね、ルールはね、ご理解いただけましたか。OK です。はい、せっかく僕今お手元にこちらありますんで、一回僕が試しにやってみてもいいですか。あ、やってみよう。僕がこれお題見ちゃダメなんだもんね。はい、ダメタイプね。せっかくだからじゃあ皆さんにも見てもらう感じで。みんなも見よう。じゃあ、じゃあ行きます。はい、カード引きます。お願いします。ポチ。今回のお題これです。見えてる？みんな見えたかな。じゃあメンバーにも見せます。え、本田さん見てません。あ、そう、それだね。え、むずっ。お題これです。これを漢字一文字で一人一文字ずつ出してください。ではシンキングタイムスタート。あ、ちょっと初っ端からむずいの引いちゃったな。え、超絶難しい。ちょっとむずいなこれ。え、漢字わかんない。書きたい漢字が。そう、これ書く側もね、なんかお互いに何書くかなとか、その辺をね、ちょっと私お題の方見ておりませんので。めっちゃむずいよ。お題のカタカナ語を一人一文字ずつ漢字で表してヒントを出していただきます。はいはい、これだからお互いもなんか見てないからさ、最悪4文字被る可能性あるってこと。あ、確かにね。ある。やめて、かけた。やめてね。できれば4パターンヒント欲しいよ。そうだよね、合ってるかな。はい、じゃあまあね、一回ドドンと一斉に出してもらいましょうか。はい、せーの、ドドン。あー、でも被ってはないね。おー、なるほどね。あれ、漢字違くない？
1本、1本多いかな、2水かもしれない、まここ、まあいいや、一旦ね、はい、一旦ね、大丈夫、伝わればいいから、すごいっていう感じ、特別の特、最も最、あと珍しいっていう感じ、え、これからカタカナ語を一つ連想して言うってことでしょ、むずいよ、多分ちょっと結構むずいと思うね、これはむずいかも、っていうのも込みで考えていい、そうはい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 、え、でも、え、でも違うのかな、一個浮かんだけど、ほうほうほう、うん、じゃあ言ってもいいですか、どうぞ、やってみよう、はい、僕のお題のカタカナ語は、はい、ウルトラ、残念、残念、違う、惜しい、惜しい、すごいね、でも一緒、あのね、ちなみにスーパーかウルトラかで迷った、スーパーでもない、違う、そうだよね、じゃ答え見てもいいですか、答えはあープレミアム、むずい、むずいわ、むずいと思う、これむずいわ、むずい、いやはい、でもまあルールがこれでね、皆様も分かったかなというところで、じゃあこのまま時計回りでやっていきますか、はい、じゃあこれはるちゃんあげるね、あ、そういうこと、あ、そう、お題、あ、そうそう、あなたは見ちゃいけないの、ここカード引くって場所を押せばいい、あ、そう、パッてタップしたら次の、いいよ、自分では見ないようにしてください、変わった、変わった、変わった、はい、じゃあそれを、はい、こんな感じですね、次のお題が、あー、え、むずい、え、むずい、じゃあ我々はね、そのカタカナ語を表す、漢字をちょっとまた一人一文字ずつ書いていきたいと思います。え、難しそう、え、漢字は浮かんでるんだけど、その漢字をはるちゃんが知らない気がする、ね、じゃあ待って、やめなよ、同じの書こうとしてるかもしれない、あ、待って、やめなよ、待って、なになになに、変えようかな、分かる、そういうのあるよね、書きたいのにって、ね、が出ないの、書きたいのに、そうそうそう、あーどうしようかな、ほぼ書けてるの、それで言うとさ、さっきさ、徳って書こうと思ったの、うん、なんか分かんねえやって思ってやめちゃった、え、徳っていう漢字がってこと、そうそうそう、特別の徳、あ、どんだっけって、あ、悔しい、反対側が分からない、左側出てこなかった、待って、俺も作っちゃおう、伝わればいいから、あれ、あれ、伝わればいいから、伝わればいい、伝わればいい、え、ちょっと待って、やっぱ戻そうかな、あれ、待って、漢字がガチで分かんない、あ、やばい、おバカさんばっかだどうしよう、どうしよう、どうしよう、おバカさんばっか、伝わればいいよ、どうしよう、伝わればいいよ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 、伝わればいいから、え、難しい、よし、カタカナ語、これにしました、4人の連携も大事だね、そうだね、極力ばらけた方がヒント多く出せますからね、連想されるかどうかっていう、はい、私書けましたよ、はい、伝わればいいや、じゃあもう、もう、行きます、はい、はい、はい、それでは、あ、推しのトラック通ったからって指ささないでください。やめてもらって。やめてもらっていいですか。はい、それでは、はい、はるさんのお題のカタカナ語を表すヒント漢字書きました。はい、せーの、ドーン。え？あ、待って。あ、かぶった？かぶってる、かぶってる。そこ二人かぶってるよ。字が出てこう。かん。これやばいな。何がとりあえず書きたかった？キリ？キリ？キリを書きたかった。右側が出んかったの、髪、髪の毛の髪っていう、え、でもこれヒント結構いいと思うんだけど、本当に言ってる、これカタカナ語です、そう、結構いいヒントだと思うな、これ髪、キリか、え、いける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 よ、はるちゃんだよ、だってそう、これはるちゃんには当ててほしいよね、はるちゃんには、はぁ、この3つで割とカタカナね、頑張ればいけると思うの、そうそうそう、カタカナの髪とキリとカン、これから連想されるカタカナは何でしょう、髪とキリとカン、ダメだ、あんまりじゃん、あんまりじゃん、あんまりじゃん、あと先輩になりかねないよ、それ、そっか、そうだよ、あ、おヘアスプレー、ファイナルアンサー、いやいやいや、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、ヘアスプレーじゃなかったら、ちょっと、次最後ね、あー、なに、そんな絞んなくてもいいんだよ、せーの、なに、では、ファイナルアンサー、2、なに、1、どうぞ、ヘアセット、ああ、惜しい、何、じゃあ答えを見てください、正解はスプレー、そう、あ、じゃあ部屋が嫌なかったんだ、そう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 、めっちゃ惜しかった、でも当てれたな今のね、感じ悪いけど悪くないし、そうそう、感じはめちゃくちゃ悪いのよ、確かにね、確かにね、え、むずいね、今んところまだ1回も成功してないよ、これ、ちょっとはるちゃんこれ押して、この状態で、髪出たらね、ヘアスプレーになるよね、
えぇ、むずいよ。これ禁止用語。禁止用語ではない、禁止用語ではないけどちょっと、むずいかも。何変えるとかあんの、選択肢に。禁止用語ではないけど、まあまあまあ、一回やってみよう。一回これでじゃあやってみようか、ほら、カズーちゃん、カズーちゃんなんとかなるかな。あ、でもこれは回してこいっぱい。こちらの、じゃあ見ない方がいいね。え、みんな何書く、カタカナ語を表す漢字ね。ちょっとちゃんと僕のレベルに合わせてくださいね。あえて攻めてあげようかな。そう、僕のレベルに合わせて。俺もなんか2個しか浮かばないけど、ちゃんと読める漢字でお願いしますね。しっていう、あ、お願い。これね、なるべく被らず、単純に書いてほしいかも。なるべく被らずお願いします。俺これにした、決めました。こっちめっちゃドキドキすんね。メンバーを信じるわ。あ、待って待って、どっちにしよう、どっちにしよう。信じるのね。変えようかな。被んないっていう絆も大事だから。被らない方でちょっと出すわ私。変えます変えます。自分も被らない。いやー、これドキドキするから早めにお願いします。はい、行けました。本当に、え、変えようかな。いや、もう行こう、行こう、信じて、みんなを信じて。せーの、じゃん。あ、被った。ニュアンスそっちだよね。あ、でもこんな感じです。えー、やっぱり書け前変えればよかった。春が罪、かけが罰で、僕とコウキが刃っていう感じを選びました。わかるよ、一個迷ったんだよ。もっと簡単なやつあったの、あった。わかる、誰かが書くと思ったの。わかるわかるわかる。カタカナって何、カタカナなの。これのカタカナ何。いや、だからさ、絶対あれはさ、誰か書いてくれると思ったの。誰か一個思ったのね。マジか。カタカナって何？カタカナなの。頑張って。なんかもう殺傷とかしか出てこないよ今。カタカナって何？別に日本語。本当にカタカナが一文字も出てこない。ヒントヒント、これでやっててもらわないと。何文字？ヒントヒント。これ言えないから、これ以上は言えないから。頭文字、ちょっと頭文字、誰かジェスチャーで表してよ。ダメです、そういうヒントの出し方ないですよ。一文字で表してください。一文字の文字。え、マジでわかんない。さあ、何でもいいよ、回答何か。はい、お、どうぞ。ナイフ。なんか絶対違うじゃんこれ。残念。絶対違うじゃん。何？いやいや、わからんて。なんかギロチン。いや、なんか首とか書いてほしかった。誰かが首書くと思ったの。そう思ったの。あー、そっか。じゃあ、コウキくんが。ちょっとこれむずいぞ。楽しい、ちょっとめっちゃやろうこれ。でも面白い。面白い、楽しい。してあげるね。はい、じゃあコウキのお題こちら。おお、漢字。はい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 、いいよ。むずくない、これも漢字でっていうのがわかんないかも。ちょっと頑張って。ごめん、何も漢字、漢字合ってるこれ。浮かばない、何も浮かばない、どうしよう。結構むずいなこれ。あー、まあこれかな。頑張れみんな、みんな頑張れ。これしか浮かばない。これ漢字合ってんのかな。あと、もうちょいなんか分かりやすいヒント、誰か書いてくれることを信じて俺はこの一文字に全てを込めた。おお、え、いいよ。むずいでこれマジ。もう、え、うわ、誰かがなんかワードがさ、出揃えばいけそうな気はするけど。ね、そうなんだよね。出揃うかってとこだよね。そう、多分誰も書かないであろう。では、揃いましたか。はい、揃いました。せーの、じゃん。あ、いいじゃない、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃない、いいじゃない、いいよ、いいよ。僕、医学の医、かけさんが体、しゅんさんが復、復習とかの復で、春が戻るっていう字を書きました。え、わかるよこれ。これちょっと意外といいヒントがするの。これのカタカナ語。カタカナ語、いい線いってる。1個ずつ順序を追えばわかる。そう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 、どうだってどうだってっていう。いや、もうなんバカチン。すごくシンプルだと思う。シンプル。え、いや、なんか一個浮かんでるのはあるんだけど。お、本当に。一回カタカナ語、それカタカナ語なんだ。一回言ってみよう。なんだけど。お、じゃあ、行ってみますか。はい、それでは答えをどうぞ。ナース。え、もう一回、もうちょい考えてみよう。もうちょい、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 優しいな。もうちょい考えてみて。優しいな。あ、そう、なんかこっちをなんか見て。こっちをね、こっちを。こっち結構強い。そう、そっちが確かに、そっか、そういう感じだったかって俺思った。さあ、
もうひとひねり。なんか漢字しか出てこない。え、何どういうこと？そうだね、漢字ばっか出るよね。そうだね。何？あー、それでは9 8 7 6 5 4 3 2 1どうぞ。お医者さん、はい、お医者さん、お医者さん、カタカナ、お医者さん。じゃあ答え見てください。あ、いやー結構ね、ねえ、よかった。答え見たらあーってなるでしょ。これ悔しい。当てれたな。いけそうだよね。あ、悔しい。いや、出たけど、多分誰か出すなと思って、うん、あ、全然かまなかった。体ファインプレーだと思った。そうでしょ、ね、いい回答したんでしょ。確かに、確かに。じゃあ、やってこ、やってこ。まずいよ、まずいよ、一回も成功してない。お願いします。はい、次の話題、こちらです。おー、ちょっと見せてくるね。次のお題こちらです。はい、漢字がいいね。ドキドキするね。いや、これむずい。ドキドキ、これにするさせて、ね、こんな感じだったよね。ちょっとこの感じあったよねって言われる確認。そこの確認、え、待って、カタカナやもんね。え、ちょっと一番シンプルに行くか。私これもう変えない。もっと、もっと、もっともシンプルに行くか。えーとね確かこんな感じあったと思うんだよね。いいよ、いいよ、伝わりゃいいよ。伝わりゃいいよ。やめようじゃん。あー、でも伝わればいいよ、伝わればいいよ。伝わるとは思うの、うん、これにしよう。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、うんうん、何、なんかクレーム来てる？いや、でもいけるって。そんなやばい感じか。いけるいける。いや、はい、頼むよ。はい、はい、かけましたよ、私。こんにちは、メイドって言います。こんにちは、ハロー。こっちにしよう、簡単な方に。はい、かけた。はい、いけましたか、はい、それではお題のカタカナか。え、あ、違う、うちの漢字書くね。漢字書くね。今さら、だいぶやってきたよ、今。いけるよ。はい、それではお題のカタカナを表す漢字のヒント、こちらです。じゃーん。ダダー。あー、かぶった。あー、かぶった。麺、ということで、麺という漢字が2つ、うん、あと庭っていう漢字と、うん、ぶっていう漢字が、うん、ヒントとして。これむずいな。これ麺と庭とぶ、これちょっとごめんね。ごめん。いやでもね、麺と庭とぶ、これしかわからんかった。えー、いけるよ、頑張って。いけないと思う。いけないよ、これむずいよ。麺と庭とぶ、麺と庭とぶ、結びつく、これ結びつく。本当に結びつく？俺出さなくてもそっちでもう出てるもん。そうだよね。その3つをなんとか見比べて、岩のここでこれを使って。すごい。そう、これがちょっと分かんないけど、すごいやつ。これはね、ね、ね、ブーだよ、ブー。なんとかブー。先輩だろ。ヒントヒントヒント。ギロチン抜けだよ、それ。ガーデニング。あ、待って、もう一回、カタカナでしょ、カタカナ。あー、でもそっか。いや、でもこれの意味がね、しかもさ、むずくないお題。ねえ、むずいの、お題がむずいの。わかんない。もう言ってみよう。5 4 3 2 1。ガーデニングじゃないのか。わからんで。残念。答えこちらです。テニスコート。そう。で、さっきさ、書いたのさ、こんな感じなかったっけと思って。あー、柔らかいみたいな。なんか公式テニス、軟式テニスのあれね。それ、あの、両方混じってます。これさ、これどうどうどう、あと1問くらいいけたりする。え、まだいけるよ、いけるよ、いけるよ。じゃあちょっと短めに正解やっていこう。ちょっと、じゃあ正解させよう。はいはいはい、じゃあポンポンが、はい、ポンポンのお題を出しといてください。ダン。もうサクッとやって当たるまで。ね、これ1回ぐらいは成功したやつ。やばいよ。こっち見せて、こっち。え、しかもあとみんなこれあれだよ、誰が先輩かちょっと考えておいてね。誰のヒントが一番役に立たなかったかとか。怖い。え？え、むずい？これむずい？え、わかんない、思いつかない。みんななんかペンが止まってる。あれはもう字が出てこない。これしかないっていうのがあったんだけど。あ、もう書いてあるのか。書いてあるんだけど、他3人がすごいなんか頑張ってほしい、これは。え、成功したい。成功したいね。一回ぐらいは。はい、え、待って、漢字がわかんない。頑張って頑張って。フィーリングで。これじゃない絶対。フィーリングで。
ほら、なんかまたクレーム来てる、またクレーム来てるよ。新しい漢字作ってるでしょ。創作漢字のコーナーじゃないよ。ちょっとこれはむずいわ、私を頼りにしないで。え、待って、俺って、ね、笑ってるやん。それは何笑いなの？それはダメです。それはダメです、何書いたの？多分できたとしてあと1、はい、2問ぐらいかな、ね、いきますか。じゃあヒント書けましたか？はい、はい、それでは一斉にオープン、どうぞ。じゃーん。あ、うんうん、あ、これはいいんじゃないの？どうどう、はい、縮む、うん、玉、うん、針、うん、玉か、飛ぶ、え、何？いや別に、いいね、何何何、え、今普通に1個浮かん、いいよ、いいよ、やってみよう。いいよ、え、言っていいの？うん、はい、いきます。はい、はい、ダーツ、ダーツ、待って、ダーツかなって思ったけど違う気がするから。いや飛ぶもんね、なんだろう、飛ぶんだよね。これはこれだけじゃダメ、うん、これだけじゃダメなの、ぼよーんって。あー、だからこれ、これ、これ、割とこう、こう、割とこれセット、割とセット、セット、5、4、3、2、1、どうぞ。違うの、あれは浮かんない、あの、せーの、ビジュアル浮かんねーの、あの、お祭りで救うやつ。え、はい、もう違います。はい、見てください。むずいよ。バネ、バネでした。バネです。あと、玉っていうか、弾けるだよね、多分。そうそうそう、あ、そういうことだね。読んで欲しかったんだ、そういうことか。どない？もう一問いこう、サクッと。ギリいけるかな。じゃあ、わしがいきます。いける、当てれる自信ある。春のお題を最後出したいと思います。はい、ちょっと変えてもいいよ。わかりやすい、変えてもいいよ。まあ、いいんじゃない。じゃあ、これでいきますか。はい、はい、お題こちらです。最後のお題こちら。うわ、当ててほしい。だから、片割れを誰か書いてほしい。いや、ダメよ、言っちゃダメよ、言っちゃダメよ、ダメよ。私はこっちで行くよ。やばい、自分を信じる。誰が今一番アウトなんだろうね。そう、先般、誰のヒントが一番役に立ってないかとか。正解もいないからさ、そうなんだよね。先般も何もねえのよ。なんかもうこれ普通にさ、成功した、やったで、なんか気持ちよく終わりたいわ。ね、私は自分を信じる。それ私でいいのか、最後。え、待って、すごい2文字書きたい。わかるよ。すっごい2文字書きたい。奇跡が起きれば2文字揃うかもしれない。そう、2文字書きたい。あー、みんな私を信じて。あ、もうそろそろですよ。そうだね。よし、もうこれでいく。俺もこれで。ちょっといいですか？決まった。はい。はい。それでは、せーの。じゃーん。あ、来た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 。これはいける、これはいける。はぁ、牛、待って、朝、ニュー、茶、朝、朝の茶の牛乳。あんまこれは、まあ、こうだよ。そうで、割とこっちだけ見てほしいな。こういう色してるかもみたいな。あの美女の話してます。はい、美女の話やめて。はぁ、こうですね。頑張って。朝牛乳の茶、何、カタカナだもんね。そうそうそう、カタカナ。緑色ってこと？え？ほな違うか。ほな違うか。違うな。ほな違うな。だいたい朝牛乳で食べるものってなんだろうね。メイドと申します。ラジオやってます。だいたい朝のイメージだよね。うん、朝のイメージだよ。牛乳で食べるもんね。なんだって、もう一回大きい声で、せーの、コーンフレーク。正解。完成が起きております。すごい、何ちゃって違うの、ビジュー、茶色でしょ。あ、茶色の茶ってこと。そう、先輩だろう。なるほどね。先輩だろう。待って、これ成功で終わろうよ。違うじゃん。すごーい。やったー、よかった。あぶねー。はい、ということで最初のコーンフレーク見事正解しました。やったー。
嬉しい。はい、めでたし、はい、めでたし、はい、これ誰がせんなんか悪かったの？投票する本田さんする？投票しとく？一応しておきますか。すごい、一応しておきますか。ご観覧の皆様からの圧がすごいので、じゃあ行きましょう。最後ね、これまでやってきましたけれども、はいはい、一番ヒントちょっとセンスなかったぞという先輩を一人選んで指さしてもらいたいと思います。はい、みんな決まってますか？はい、じゃあ待って、番号にしよう。1,2,3,4,5 にしよう。どういうこと？だって奥とかだと難しいじゃん。確かにね。だから本田さん1、はい、2,3,4,5 ね。はい、じゃあね、番号選んで指さしてください。はい、せーの、1 5もある。 5もいるぞ。あ、でも5もいるぞ。1が1,2,3,4。あ、もう1ですね、これは。1ですね、これは1です。あ、1ですね。はい、ということで本田さんは来月のクロス FM でなんとかある世の系でございます。いやドンキーってチャイナドレス買ってよろしくお願いします。ガッツポーズしないで。はい、ということで以上、漢字ヒントで助けようでした。イエーイ。はい、お送りしてまいりましたメイドイン渋谷。お別れの時間が近づいてまいりましたので、ここでメイドからお知らせです。はい、まずはるさん。はい、メイドの次回のライブは明日7月22日月曜日、主催ライブのラックユーボーイズフェスが新宿アルタキースタジオにて開催されます。はい、お待ちしております。お願いします。はい、そしてしゅんさん。はい、そして来る8月24日横浜ミントホールにてメイド5周年ライブがございます。イエーイ。こちらですね、動員が200名様を目標としております。とってもとっても大事なライブ、そしてメイドの5回目の記念日のライブなので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで最後はきっと君なんだを聞きながらお別れしたいと思います。それではまた来月お会いしましょう。メイドイン渋谷。バイバイ。
君と出会わなければこんな感情にはならなかった。君と出会わなければ傷つくこともなかった。君と出会わなければ傷つけることもなかった。君を忘れられたらどれだけ楽だろう。でもきっと君なんだ、ようやく分かったよ。大切に変わりはない、忘れようとし